どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最初に断っておきますが、この試合の撮影はアプデ前です。フォートナイトは頻繁にアップデートしてくれるからな。実況が追いつかないこともままあるが、嬉しい悲鳴なんだぜ。アプデ後はドローンが追加されたりセミオートが復活したりしたけど、それについてはこの前の動画で少し触れたね。お、エピックの自販機、まだ残ってる。ヘビ砂、ヘビ砂だ、やったー。プレザントパークの付近は自販機が多いからな。ヘビ砂ゲットできる確率が高そうっていうのも、プレザントパークが好きな理由の一つよ。おやおや、タレットの音が聞こえますね。焚き火の方の敵が撃たれてて、撃ってる敵はそこね。ふふ、絶好のヘビ砂チャンスよ。タレットの敵はやっぱり狙いやすいよな。もう一人の敵も倒したいんだけど、なんか近くでボードが。おお、めっちゃ高く飛んでる。華麗にトリックを決めてるわね。このまま遠くに行っちゃうのかな。いや、戻ってきた。これはチャンス。お、ラッキーだったな。コンバットショットガンが強かったわ。多分この点にも敵いるんだよな。なんか戦った痕跡あるし。さっきの人のタレットを奪って、とりあえず建築破壊だな。でもやっぱりもうさすがにストームから出てるかな。タレット降りてその辺を捜索よ。あ、レジェンドのインファントリーだ。これ結局あんまり使わなくなっちゃったな。火力は出るけど装填数がな。まあでも今は役に立つかも。ボーラーの音も聞こえるけどとりあえず無視で。そこにいるわね。コンバットショットガンで様子見。うわ、避けらん。うわあ、でも食らってない。岩肌に当たったみたいだな。ラッキーね。よし、相手はシールドなかったから。ヘビスに打ってからのインファントリーよ。お、うまく決まったな。補給物資が落ちてくるまでここで待機。いや、今あの駐車場に敵いるよね。こっちに気づいてないみたいだから、狙撃チャンスよ。よし、倒した。胴体だが一発で倒せたな。早速ドロップを。いや待って、なんか別の足音が。他の敵が近づいてきてる。戦うかどうか若干悩むが。仕方ないわね。ボーラーを身代わりに攻撃する作戦よ。おらー、これでも食らえ。シールド割れたけど、なんか奥からもう撃たれてんな。く。玉ね。この状況で戦うのは危険だわ。あえてリスクを課して補給物資取らなくても武器はもう強いし、さっき倒した敵の建材とかを取りに行った方がいい気がする。ということで私は撤退よ。補給物資は二人で奪い合ってね。ま、そういう戦略もありか。あ、チャンス。よし、とりあえず一発。あとはタクティカルアサルトで。く、まだ倒せないか。体力シールドマックスだったのかな。それにしてもこの場所良くない？ピンチになったらすぐ飛んで逃げれるし。いや、これ終盤は動かないんじゃなかったっけ。あ、そういえばそうだったかも。まあいいや、とりあえずあの敵を。あと一発とかだと思うんだけど、他のスナイパーがこの場所狙ってきてるな。く。ストームも動くし撤退ね。よし、一発当てた。あ、あそこの鉄の建築のとこも狙えそう。あの付近はジョンウィックかな。そう、ちょっと遅かったか。増築されちゃったな。さあ、またストームの移動よ。今度は逃がさないわよ、ジョンウィック。お、かなり際どかったが足に当たったのかな。さて、ここからどうしようか。高いところに行きたいんだけど、地形的に、高いところはなさそうだな。高いところがないなら、自分で作るしかないわね。床壁階段でアンチに向かいつつ上を目指すわよ。ストーム的にちょうどまっすぐ南に向かえばうまく登れそうだな。でもなんか敵のグライダーの音が聞こえる。私の建築が羨ましくなったんでしょう。でも残念、こっから先には行かせないよ。お、ナイスガード。このまま私はどんどん上へ。ここにトラップを設置して一応乗っ取り対策。もう残る敵は二人だ。裂け目でも使わないとここまでは来れないだろうな。下で戦うみたいね。よし、それなら私は。天空からヘビスナー。おお、一人倒した。もしかしてこの場所めっちゃ強いんじゃね？ワンチャン上にいるの気づいてないかもしれないね。よし。もう一発。ああ、ダメだったけど、タクティカルアサルトの雨を降らせるわ。や、やったー。こんな高いところでビクロイ。お、よかったじゃねえか。最近よく思うけど、天空作戦マジで強いわ。ヘビ砂とかあればなおさらね。確かに、霊夢がビクロイ取るとき、天空やってるパターンが多い気がするな。これはいい方法ね。はい、今度はコマンドを使ってやっていきます。お、久しぶりだな。どうしてまた使う気になったんだ？それが、見てくださいよこれ。
コマンドはあまりの試合の出たさに、ロックスの服を奪ってこちらを見つめてくるんですよ。なんだこれ。さすがにかわいそうになってきたんで、今回使ってあげたというわけです。まさかロックスの服を盗んでまであそこに来るとはな。相当試合に出たかったんだろうな。ていうか霊夢、さっきからスコープで覗いてるけど、どうして撃たないんだ？これがヘビ砂なら撃ってたかもだけど、緑のスコア差だからな。一発当てたところでそこまでダメージ稼げないし、連続して当てれるチャンスを伺ってたのよ。で、結局一発しか当たってないじゃねえか。そして相手はなぜか設置してあるジャンプパッドで逃げたわね。私も追いかけるわよ。っていうか、あの人ロックスじゃねえか。コマンドバッグを盗んだから、怒ってるんじゃないか。だ。確かにそうかも。でも高いところは取った。青のドラムガンあるし大丈夫でしょう。あれ？コマンドドラムガンのエイムひどすぎじゃね？うちのコマンドは初めてドラムガン触ったのよ多分。操作してんのはお前だろうが。でもここは先輩スキンとしての意地を見せ、残り体力2でギリギリ勝ちましたね。コマンド頑張れー。マリサを食べたやつなんかに負けるなー。おいその設定いつまで引きずるんだよ。補給物資、補給物資開けたい。近くに敵がいるけど。さ、金のヘビ砂。おお、よかったな。今どっかから狙撃されて怖かったから、ちょうど出てきたこの裂け目を使って、ずらかろうと思うよ。うわぁ、金のヘビ砂だけ取って逃げやがった。まあヘビ砂は、遠距離でこそ力を発揮しますからね。く。ヘビ朝一発でも当たれば大きかったんだけど、ダメだったな。まあそこに敵がいるのは分かったな。多分 SR 持ってるよね。これは狙撃バトルね。相手さん、すぐ移動できる位置に矢倉を作ってるな。こっちも間欠線あるから乗り込めるんだけど、ここはヘビ砂で倒したいところ。おい、ストーム大丈夫かよ。移動してきてるけど、この位置だと速度は速くないわ。さて、今チャンスだったのに外してしまったな。くそー。今度こそ、相手からの反撃も警戒して、窓から撃ち抜くわよ。よし、ヘッドショット。おお、よかったじゃん。アイテム取りに行けるな。よし、当たった。こうなったらすこぶる有利よ。あとはここからどう詰めるか。タクティカルアサルトは当たるかな。この距離じゃ若干厳しそうね。もうこうなったら、無理やりグライダー展開して近づくわよ。ちょっと階段作っとけば結構飛べるでしょ。こういう時にもグライダーは便利だよな。さて、上は取られてるけど。ヘビ砂当てたからもうゴリ押し区範囲内。回復はされてたようだが、最後は根性で倒せたな。削られた分はちょうどスラープで戻せるわね。おや、なんか足音が。いるじゃんそこに、うおおタクティカルアサルト。これまたひどいエイムだが、ここは倒せそうだな。さあ、終盤戦よ。コマンドを久々にビクロイ取れるのか。ダスティのとこに一人、隠れてるんだよな。微妙に角度が。そうだ、ここはボーラー壊しちゃおう。ふっふっふ、大事にしてたボーラーが壊れて悲しいでしょうね。さて、今は高い位置取れてるがアンチは遠いな。あとの二人は向こうで戦ってるのか。狙撃は無理そうね。それより、さっきボーラーの近くにいた敵は狙えそうだぜ。ストームが迫ってきて焦っちゃう。結局ストームのダメージも食らうっていうね。まあいいわ、ここら辺で。先に矢倉を作っとくわよ。なんかグライダーの音聞こえるから、ワンチャン乗り込んでくるかもな。乗り込めないくらいの高さに積んどくわよ。でも、ここ微妙に範囲外になるんだよな。け。建築する場所ミスったかも。でも向こうに敵の矢倉が、頑張って繋げたい。ああ、でもやっぱり壊されたか。せめてこの隙間に、ダメだった。だいぶもったいないことしちゃったわ。もういい、歩いてアンチに向かうわよ。お、今回は両手をも使ってるんだな。一回使ってみたかったんだよね。さて、アンチには入ったが上は取られてしまったな。まだ敵も減ってないわね。ここは一旦落ち着くか。とりあえずこの場所なら攻撃食らわなそうだな。今のうちにヘビ砂リロードしとくわ。おっと、木のところにも敵がいるな。でもここは焦って攻めないわ。上取られてるからね。終盤はアンチが狭いから漁夫乗りも多いしな。慎重に外に。うわぁ、妹。ここでまさかのミス。こういうことが起こりうるから嫌なんだよな。かといってなくしても寂しいしな。その隙に上から撃たれた。でも相手はあと一人だ。頑張れコマンドー。こっちには金のヘビ砂がある。まだ？まだワンチャンあるぞ。残念でした。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。グサをゆっくり、のコードを入力して、ぜひ、クリエイターサポートをお願いします。こちらには、この動画を見てくれた皆さんに、おすすめの動画のリンクを貼ってるぜ。ぜひチェックしてみてくれなんだぜ。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ、また次の動画も見に来てくれよな。まったねー。